岡田監督、1年間の総決算、最後の最後まで全力。今季限りでの退任が決まっている阪神の岡田彰布監督、66が11日、甲子園球場で2024JERA クライマックスシリーズ CS 戦の共同記者会見に出席し、12日から開幕する CS ファーストステージ S の DeNA 戦に向けて意気込みを語った。最後の戦いに挑む指揮官は岡田節を封印。1年間の総決算、最後の最後までゲームがある限り全力でいいゲームをしたいと気持ちを込めた。岡田監督にとっても総決算となるレギュラーシーズン終了後の6日に今季限りでの退任が発表された。12日に開幕する CS ファースト S からは敗退した時点で岡田阪神の幕引きとなる。自身が2年間をかけて作り上げたチームと1日でも長く野球を続けたい、そんな願いにも似た気持ちを最後の最後までという言葉に込め、死力を尽くす決意を示した。昨年の会見はオンラインで出席し、1回の裏、先頭の近本が塁に出たら勝つと思いますねと高らかに宣言。記念撮影では広島、新井監督と DeNA 三浦監督にモニター越しからパンチを見舞い、大爆笑をかっさらった。だが今年はおどけた場面もなく、軽妙な語り口で周囲を楽しませる岡田節も封印。最後の戦いをかみしめるように発する言葉の一つ一つに重みを感じさせた。ファイナル S から登場した昨年と違い、ファースト S からの戦いとなる。先に2勝したチームが勝ち上がる超短期決戦。岡田監督は打倒 DeNA の鍵として、やはり初戦、両方のチームのエースが投げるが、まずここにね、全力でいかないと勝機はないと思う、とにかくポイントは第一戦、先発ピッチャーですねと語り、虎の絶対的エースに成長した才木に初戦を託すことを明かした。もちろん CS を勝ち上がって日本シリーズに行ってほしいですが、横浜戦だけは勝ち上がってほしい。巨人に負けても最終まで優勝争いをしたチームだけに仕方ないとも思える部分もある。リーグ優勝したチームだけに、ただ横浜にはゲーム差も開いたし、やはり勝ち進んでほしい。総決算ですね、横浜打線を抑えて勝ち上がってほしいです。まだまだこれからチャンスはありますよ。今年は良い時悪い時ありましたが、ここまで来たらただ勝つのみ。全選手気負わず冷静沈着に自分たちがすべき役割を思い起こしてください。絶対に負けないと思います。またファイナルも敵地ではありますか、巨人をも飲み込めるだけの力はあると思います。頑張ってほしい、そして日本一になってほしい。阪神ファンです、期待しかありません。ペナントの優勝は逃しましたが、 CS を優勝、日本一を目指す多くのファンが、球団はコーチが、そして選手が岡田彰布監督の胴上げを楽しみにしています。まずは目の前の今日の試合に勝ちましょう。今日のスタート大事です。毎試合が決勝戦のような意気込みで、力振り絞って勝っていってほしい。岡田監督の言葉通り総決算、最後まで諦めず全力で戦い抜いて、最後は最高で終わりたいです。牧、オースチン、宮崎は無理な勝負やめてな、一発あるから。あと岡田監督、もう最後で負けたら終わりなので、早め早めにピッチャーを変えてくださいね。自分のチームはたくさん点は取れないので、意地張らんと再起でも早めに変える。会見の声聞くと、病み上がりで声にまだ力がなかったように見えた。あれから1日経っているので、昨日より良くなってればいいけど、とにかくタイガース選手のみんな、必死のパッチでやってくれ。なんとか初戦、VS 東戦をものにしたい。ハルトに、少しでも楽な感じでバトンを渡してあげてほしい。頑張れタイガース。勝ち負けは神のみぞ知る。残り少ない岡田采配を噛みしめて観戦したいと思う。阪神タイガースの頭脳であり宝の岡田藩。勝っても負けても最後、あとは選手次第やの頼むで。2008年の終戦を思い出す。あの時もファーストステージで負けた。今回はどうかな。晴れてよかった。ドキドキしてきた。再起頼んだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。